女子柔道選手権大会は、準々決勝に入っています。ベスト4を決めます残り2試合が行われています。今背負い投げに行ったのが鈴木香織選手、今下になったのが増田いつこ選手、ベスト4をかけての戦いです。鈴木選手はここで、はい、寝技の方に持っていきたいというところですね、はい、残りが間もなく1分になるところですが両者ともにポイントはありません、はい、鈴木選手といいますと72キロを超えるクラスの、まあ、もうベテランになりました。23歳。そしてこちら増田いつこ選手は龍谷大学4年生学生です。鈴木選手はこの大会も3回大会から6回連続出場、3位が3回という、まあ、この大会にも強い選手です。一方の増田いつこ選手の方は全日本女子学生選手権の優勝者、まあ、学生ナンバーワンと、まあ、社会人の中でも実力が上位にいるその鈴木選手との、まあ、注目の対戦ですが残りが50秒を切っています、はい、今のところどうでしょうね、技をかけに行く姿勢などは。そうですね、鈴木選手の方が今現在は有利に組んでます。でも先に今みたいにですね、背負い投げに入られてその後寝技で決められないというところが鈴木選手大きいですね、今も締め技を狙っていきましたが、はい、場外待てです、はい、ご覧のようにポイントは入っていません。赤い方が鈴木選手、白い方が増田選手のボードなんですが印は入っていません。そして残り20秒、増田選手も積極的に攻めてますから鈴木選手先に技を出していかなければいけませんね、はい、この判定になった時厳しいですね。さあ先に行ったら増田、はい、残り10秒切っています。今は関節を狙ったんですかね、はい、立ち技から、はい、そのまま直接関節を取りに行くと。さあ時間がありません。そうですね、あ難しい判定ですね、はい、難しいですね。技数では増田選手、はい、技の効果だと、ね、赤が2本上がりました。鈴木選手、鈴木香織がベスト4進出です。筑波大学から去年社会人になりまして現在小松に勤めています。小松の東四国支店に勤めている鈴木香織がベスト4進出です。